君もログインしてたんだ。僕もさっきログインしたとこ。いいよね、GGO。できることがたくさんあって。看你心情很好呢。うん。実はね、今日は新しいことにチャレンジしてみようと思ってて。そうだ。せっかく会ったんだし、一緒にやらない？二人でやれば楽しさも二倍だよ。きっと。好哇。好哇。你要做什么？ああ、そっか。ごめん。まだ何も言ってないもんね。GGO っていろいろと乗り物があるでしょ。そういうのに興味が湧いてさ。それでバイクに乗ってみたいなって。ちゃんと運転するのはすごく難しいらしいんだけど、何でもやってみないとね。我知道了、走吧。你实在无法想象这种画面。うん、決まり。それじゃあ出発。バイク借りてきたよ。お。はい、君の分。こっちは僕が乗るね。よっと。これがクラッチ。こっちがギアで、アクセルが、うわあ！危ない危ない。倒れちゃった。でも難しいのは分かっていたことだしね。見てて、ちゃんと乗りこなしてみせるから。あ、そうだ。そういえばさ、君はバイク乗れるの？我会骑哦。そうなんだ、すごいね。どうして乗れるか聞いてもいいかな？不告诉你。そっか、これってあれかな、人に歴史ありみたいな。見直したって言うと変だけど、うん、尊敬するよ。さーて、僕もどんどん練習して走れるようにならないと。また転んじゃった。これで10回目。ちょっとずつ感覚はつかめている気がするんだけど、やっぱり難しいね。でも僕、こうやって挑戦できるってことがすっごく嬉しいんだ。 GGO みたいなゲームをしてなかったら、マニュアルオートバイの練習なんてできなかったと思うしね。ここの練習場にいるプレイヤーはフィールドでうまく運転できるようにって来てるんだろうけど、僕はとにかくバイクで走ってみたかったんだよね。みんなでツーリングしたり、高速を飛ばしたり、夜中にフラッと海まで走らせたり。本当、まずはこのバイクを乗りこなさないとね。よーし、やるぞ。HP は減ってないけど、さすがにくたびれてきたよ。少し休憩しない？ドリンク持ってきたから分けてあげるね。ちょっとゆっくりしようよ。さっき HP は減ってないって言ったけどさ、いくら転んでも怪我一つしないのはちょっと物足りないかな。ああ、別に痛い思いをしたいわけじゃないよ。そうじゃなくて、体験の厚さっていうか濃さっていうか、とにかく全部感じたいなってこと。アルバイトしてお金を貯めて、時間を作って教習所に通って、厳しい教官に怒られたりしながら運転を覚えてみたいにさ。現在開始怎么样？うん、すごくしたいとは思ってるけど、しばらくはちょっと難しいかな。実は僕、リアルでは病院にいるんだよね。無菌室から出るのは無理でさ、もうずっとこうだから、多分だいぶ時間で言ったらかなり長い方じゃないかな。ああ、誤解しないでね。今にも死にそうって言うんじゃないよ。ちょっと前までは余命3ヶ月なんて診断されてたけど、最近は安定してるんだから。それでやっぱり
気持ちが少し違ってきたんだ。みんながいっぱい励ましてくれたからかな。なんていうか、普通のことをいろいろやってみたくなって。今回もそうだよ。だってほら、その、改めて言うと恥ずかしいけど、バイクで青春とか、憧れない？我们两个一起骑吧。え？それって、タンデムでってことだよね。来嘛。いいね！そういうのも楽しそう！ぜひお願い！没有问题。すごいな！思ったよりずっとドキドキするよ。スピードも振動も、さっきとそんなに変わらないのに、こう、連れて行かれちゃうっていう感覚が。新鮮。ずっといいなって思ってたんだよね。みんなでツーリングとか旅行とか予算を立てて予定合わせてワイワイ言いながら計画してさ、前の日の夜がワクワクしてうまく眠れなくて、待ち合わせの時間にちょっと目をこすりながらおはようって。お昼はお弁当か、それともどこかのお店に入るのかな。目的地はどこだろう。海とか山とか遊園地とか、案外走るだけが目的かも。こうやって君の背中で揺られてるとさ、そういうことの実現にちょっと近づいてる気がするんだ。だって今僕はこうやって風を感じてるんだからね。そりゃ今はまだ VR だけど、そのうちリアルでも同じことができるよね。怎么糟糕的欲望才没有呢。我可是很真心想要带友纪出去玩哦，让他感受就是被带的喜悦感。下次换我坐后面好了。そうだね。嗯，バイクもちゃんと練習しておくからね。もうびっくりするくらい上手くなってみせるから、華麗なテクニックでビュンビュン走っちゃう。好哦。でも今はこの時間が大切かな。僕を遠くへ連れてってなんてね。今日はありがとう。すっごく楽しかったよ。我也是。それに君の特技も分かったし、今度はリアルでツーリングできるといいな。それじゃあ。